りの方が昔からのあれなんですよね。どうしても今はね、あの国道、あれ国道じゃねえか、それこそ揚木とか、北西の方にねストーンと抜けてく、道があるんですけど、あっちの方にね大型の商業施設が多いんで、そっから、ね、ネオポリスとかあっちの方にも抜けれますから、すっげえ昔からのやつじゃん。これ相当古いね。すげえ。あ、雨どいの水をそのまま使えるようになったのか。いいのかな。塩稲荷中央材。これ市営住宅なの？なんか市営住宅はないですけど。へえ。でもまだ三重郡、三重郡？なんで？おう。あれか。あの竣工のあれですね。三重塚。見て。明治45年。なんだこれ。明治45年。三重県の県の地も古い地だもんな。あ、そりゃそりゃ明治時代に建てるんだから。これ建てたあれなの？公開公民館。へえ。何のあれなんだろうね。稲部くんは村、町内。稲部の弁の字が昔の弁だな。あ、そうか、明治時代だから、そうか、あげき村だもんな。稲部くんはあげき村なんて、いつの時代の話だよ。すげえな。へえ。桑名郡、桑名郡、桑名町で、え、待って、なんのやつこれ、もしきし、お、きし市、なんだ、あ、津市、元町か。ここに地層なんて書いてあるんだ。違うのかな。多分あの寄進してくれた人のあれでしょうね。読みにくいけど、こことかに41円ですね。なってますけど、ですから41円の寄付をしますよって、あの言われると、11円ってなんでこんなんで1本年って思うかもしれませんけど、明治45年って言ったら、確かそれこそあの選挙の投票権を得られるのが15円に納税したら、確かあの選挙で投票できるよとかっていうような時代ですから、15円っていったら高額納税者って呼ばれるような時代なんで、その時代の45円なんで、多分感覚的に言うと今の400万とかの感覚でいいんじゃないかな。ただ何でだったらこれなの、この建物なのかな。この建物にさ、そんな明治って感じじゃないもんね。わかんねえ。なんだろう。あ、奥に神社あるから、これかな。わかんねえな。ただ、あ、まあ、間違いなく古いあれはですね。だから平成の大合併よりも、もっと昔の話ですね。だからあの三重郡ってなったのかあれね、多分ね富田だね。
あの四日市市になってもう久しくも久しいですけど、富田なんて明治45年だったら、そっか、あり得るか。あ、富士原町とかあの辺りはまだ合併する前か。へー、ちなみに無料駐車場があるんですね。ストーンといったところにある。もう駐車場強いのかな。駐輪場。あ、面白いのは、そういえば北西線は稲城市はあの駐輪場も駐車場って書きますよね。そういえば。どこにある？当たって。まあ、昔はこっからも出入りできたんでしょうね。まあ、今わざわざこっちからね、作る必要もない。あれですからね。なんかあれみたいですね。あの新清水駅。これか。あ、まあまあ広い。まあまあ広いね。し、パッと見た感じね、少なくとも土日休日は、全然駐車スペースは余裕あるね。そこから、あそこでも広いか。平日とかでも全然広いですもんね。いいね。ここパーコンって、本当にそう。あの、短期鉄道は本当パーク&ライドは本当しやすい。これはね、素直に羨ましい。うん、四日市だと、その距離的にはね、あの、まず車で行ってもあれなんですけど、近鉄四日市駅のあたりで。あの人高いですからね、あっち駐車場が。うん、名古屋でもないのに1300円とか取られるわけですから、1000円以上取られるわけですから。それは高いよと。うん、なりますからね。それにしたって本当にその、ここですからね。足の幅ですからね、本当に。こうか、外側だからこうか。あ、全然余裕で待たない。ああ。で、あ、すいません、いいですか。はい、適度な時間がありますから。あ、ちなみにね、たまにそっち側からあの西桑名行きが出る時もあるんで、それだけね気をつけた方がいいですね。どっかに書いてあるかな。